それでは交響曲ドボルザーク第9番新世界よりの第2楽章で4つのダックを比較していきましょう。この演奏はチェコフィルハーモニー管弦楽団バーツラフ・ノイマンが指揮です。デノンから発売されているワンポイント録音の CD で自然な立体感でシンフォニーが収録されているのが特徴です。多くの場合シンフォニーには各楽器に1台近くたくさんのマイクが使われて、それぞれのマイクの音が合成されてリミックスされています。これを高性能なオーディオ機器で再生すると空間に濁りが生じやすいのですが、このソフトはワンポイントステレオ録音になっているため、そのマルチマイク録音による弊害がありません。それぞれの DA コンバーターが再現できる立体感や楽器の音の細やかさ、ハーモニーの複雑さや美しさを比較できると思います。それでは新世界よりの第2楽章で4つの DA コンバーターを聴き比べていきましょう。
諸説あると思いますが、多くの楽器が使われるシンフォニーは音楽芸術の最高峰に属しているものだと思います。もちろん各 DA コンバーターの持っている音楽的な深みや再現能力もよりよく聞き分けられると思います。ソニカダックをマランツの HD ダック1に変えると、まずハーモニーの厚みが全然違ってくることが分かります。ホールの響きも聞こえ始めて、イントロ部分での金管のパワー感も向上します。ただ鳴っているだけの音がノイマン・チェコヒルらしい演奏に聞こえるようになったように思います。 DA コンバーターをエアボーの HD ダック1スペシャルに変えると、ハーモニーの厚みがさらに増し、低音部の押し出しや圧力感もまた一段と向上します。響きが消えるところまでしっかりと聞こえるので、時間がゆっくりと流れているように感じられました。AirBowUD503 スペシャルは、このソフトでは HD ダック1や AirBow の HD ダック1スペシャルに比べて緻密ですが少し音が重く感じられ、より開放的で明るい鳴り方をするマランツの HD ダック1や AirBow の HD ダック1スペシャルの音の方が、このソフトではより魅力的に感じられたように思います。ではこの次は E 音響からダウンロードできる MA レコーディングのマシアス・ランディウストリオの What a Wonderful World 96kHz 24bit のハイレゾソフトの再生で、それぞれの DA コンバーターの音質を比較していこうと思います。